ャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本ブック報道小林です。榎本です。よろしくお願いしま す。はい、今日もですねたくさんメールいただいておりますので、はい、今日も読まさせていただきます。はい、はい、私の宗派は浄土宗です。浄土宗さん、はい、はい、先日お寺さんで法要をしたのですが、はい、その時柱に龍なんちゃらなんちゃらという板がかかっていたのを覚えています。はい、はい、それは一体何なのかお分かりですか。はい、お分かりでしたらぜひ教えてください。よろしくお願いしますと。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、パッとこちらの方になるんですかね。そうですね、これケヤキ、よくご存知です。あ、いいのね、はい、こういうのも作らさせてもてますんでね。はい、まあ、ちょっと宣伝です。そうですね、はい、多分そういうなんだね、龍なんちゃらというのは こちらの方ですかね。まあ、あの読み方で言うと、はい、まあ、こちらからまず王よ妙理、王よ妙理で龍よ皇帝、龍よ皇帝と呼びますけども、はい、まあ、あまり濃くなってくるとあれなんでざっくりと言いますけど、はいはい、まあ、こちらの方は水神様龍で、龍、はい、龍ですね、龍のご夫婦、はい、あ、男と女がおられるわけですか。はいはいはい、こちらの王与の妙龍様の方が女性の方です。はい、あ、こちら女性で奥様です。はい、でこちらの龍与様の方が旦那様です。あ、旦那様、はい、のことのなんか物語ありそうですね。ちょっと少しはいはいはい、まあ、結構まあ400年ぐらい前らしいんですけど、はいはいはい、ちょっと偉いお坊様、商人様がいらっしゃって、はいはいはい、まあ、こういろいろ全国回って、うん、阿弥陀様の活動を布教してたんですけど、ね、はい、その時に人間の、まあ、言ったら女性の方がちょっとお経終わった後もずっといてはったんです。私はちょっと疲れました、はいはいはい、こう実は私は龍なんですと。あ、龍がこう人間になってたわけですね。はいはい、でなんで商人さんはなんで龍なのと、はいはい、龍やのに人間の姿をしてる。そう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 、いや私が龍の姿で行くと商人さんは恐れてしまう。びっくりするわね。ただ商人さんは私はそんなことで驚かない、なるほど、だから龍の姿を見せなさいというような話があって、はいはいはい、まあ、龍の姿を見せられたと、まあ、ちょっともう龍として、まあ、この世で生きていくのがちょっともうしんどくなっていたので、うん、お救いくださいと。あ、なるほどね、すがってきはったんです。はいはいはい、そして、まあ、その商人様が、まあ、ありがたいお経とかいろいろあって、まあ、その奥様のこの王女様の方を、まあ、お救いになられて、まあ、極楽の方に王女、奥さんの龍の方が極楽王女で行かれたと。はい、その時に仏様の弟子となった時のお名前がこの王女妙です。なるほど、はいはいはい、あの仏様の弟子としての名前になります。でその後に、ね、またその商人様がお経をしている時に、はいはい、今度おじい様が現れました。あ、私はこの間助けていただいた龍の旦那の方ですと。あ、はいはいはい、で私もちょっと龍で来られたらびっくりすると思って、うん、まあね、おじいさんの姿で来ました。優しいね。で、まあ、同じような形でいろいろ相談をされて、はいはい、まあ、結果的に商人さんまたそのご主人のお救いになるんです。今度は極楽で行かれたわけです。で行った時のまたその名前がそうです、お弟子さんの名前として龍よ皇天という名前。なるほどね。で、まあ、向こうで極楽になりまして、である時に、まあ、商人様のもとにこのお二人がまあ、菩薩さんの姿として現れたそうです。あ、ね、はい、で何かあったらもう商人様のことは私たちがもう守りますと。なるほど、安心しておいてください。なるほど。で、まあ、商人様もいろいろあったんです。で、こういう龍の方にも助けられたりいろいろありまして、うん、まあ、そういう流れがどんどん来てまして、まあ、この方っていうのは基本的には水難であったり火災のそういう難とか災いから守ってくれる守り神みたいな形になるわけですね。ですので、お寺の方にこういったものが飾られてるんですけ ど、これ大体この板って どこに飾るの？お内陣の、はい、拷問柱と言いまして、あ、ほんならこう阿弥陀様が一番後ろの柱の、そうだ、そこが板、ね、後ろ、それが板の、その横に大きな柱がかかってる、それがちょっと上の方になります。なるほど、上の方にかけはるわけです、ね、かけはります。だそこを見られたわけですね。そうだと思います。ね、ですからお寺様も、ね、そういう商人さんも救われましたし、でそれに崇拝する、まあ、お檀家様も救ってくださるという守り神をそれをお祭りしてると。だから結構お寺様の、ね、中の堀門も龍とか結構多いですから、ね、そうです。ですからその、ね、極楽に行ったのは人間が先じゃなくて龍の方が先に。あ、なるほど。でさらに言うとなんか女性の方が先に極楽に行ったらしいです。あ、なるほど、ね、そういったので、ね、そういうのにちなんでるのあると思います。やっぱり一つ一つね、はい、こうやってこういう一つこう見ていただくにも、はい、もういろいろ物語で意味合いがあってそこにかかっとると、はい、いうことでございますね。はい、これからもね、お寺様に行かれたらいろんな見ていただいて、またご質問を ね、メールいただけたら、はい、またお話しさせていただきたいと思いますので、はい、本日はどうもありがとうございました。